Sega.多分まあ実際にこうリミットがもう全然ない状況だとゲームは完成しないと思うので、あの何がしかのこう制限があった方がいいと思うんですけど、まあそういう話じゃなくて、やりたいのにやれたば、やれ、あのやりたいのにやれなかったことがあるんじゃないかみたいな話だと思うんですけれども、ゲームの開発の中であのすごくやっぱお金がかかるって当たり前だけど、そう人件費なので、あのその人手を大きく使うことがすごくゲームのコストになるわけですけども、期間にかかっちゃうんですけれども、現実をこうすごく模したその例えば寸分たがわないゲーム、まあいろんなゲームがあります。例えばグランツーリスモとかそういう方向でシミュレーションですよね。現実をシミュレートするゲームっていうのはどれだけの期間とお金があっても僕自身は興味がありません。だから制限がないっていうのは、あんまりそういう環境に興味がないんでちょっと何とも言えないですね。多分お金があろうがなかろうが考えることはそんなに変わらないので、オリジナリティがあって新しいゲームを作り出したいということだけですね。その中で生まれるアイデアっていうのはを実現可能にするのが実はあのいろんな制約だったり、ハードの制約だったりお金の制約だったりっていうのがあって、そういう力でこうなんていうんですかね、あのプレッシャー悪い意味じゃなくていい意味でのこう圧力でこう物がギュッと形になるっていうのがあるんで、僕自身は必ずしも制約をあの否定しているわけではありません。だどういう具体的なアイデアなのかっていうのは当たり前ですけど、あのこの場では言えないのでそれはちょっとあの勘弁してください。まあ、あんまりこうみんなが積極的にやらないんで、ぜひ試してほしいのはその武器をこう自分の慣れた武器だけ使うんじゃなくて、いろんな武器を持ってみてほしい。それはなぜかというと、その持つ武器によって近接角度のアクションがすごく変わるので、そこは自分の目であのいろいろ全部確かめてほしいと思います。おすすめはまあディスクランチャーを持った時の近接戦で、だそういうあのやれるんだけどやらない要素みたいなのがバンキシュの中にこう隠れていたりするので、まあタバコを投げるとかそういう近接戦闘とかそういうのはいろいろ試してほしいなというふうに思います。このゲームの難易度は、優しい方から、カジュアル、ノーマル、ハード、ゴッドハードで、カジュアルの中にあのカジュアルオートマチックっていうその難易あの照準が自動で合うモードがあるので、それも入れると5つの難易度があります。で、僕が好きなのは、まあ、個人的に言うと、まあ、ノーマルとカジュアルオートマチックですね。あのゲームとして の, あの楽しみ方っていうのは多分ノーマルが一番、シューティングアクションとして楽しめるようになっている気持ちよさなので、僕はそういうのが好き。ただカジュアルオートマチックはカジュアルオートマチックですごくあの別種の気持ちよさ、そのイージーモードじゃなくてその自動的に照準合うというのは別の気持ちよさがあるので、まあ、この2つが好きですね。僕はちょっとあのゴッドハードとかは、残念ながらクリアできる自信は全くないですね。これはもうね、断然三上さん、これはもう断然三上さんですね。まあ年齢、人間こう年齢を重ねるとどんどんアクションゲームとか鈍くなっていくんですけれども、三上さんは僕よりずっとまあ年上ですけれども、ゲームの腕前は僕よりまだまだ上です。それはもう追い越せないでしょうね。ヨーロッパでこうひとまとめにするの失礼だなと思いますけど、ヨーロッパのいろんな国々僕は好きですよ。結構来るのも好きだし、仕事としてこういろんな人と話すのも好きだし、まあもっと日本で言うと例えば欧米のゲームとかってすごく大きくまとめられちゃいますけれども、僕はヨーロッパのデベロッパーだったりヨーロッパ の, そのプレスだったりヨーロッパの人たち、あの文化っていうのはすごく好きです。だからあの仕事でももっともっと来たいと思うし、もっと回数を増やしていきたいなと思いますね。で、いろんな国それぞれが好きなので、どれが一番というのはちょっとつけれないですけど。This is gonna be fun.